脱出への扉、ガレージでの激闘を生き延びた E さん。ホールからの脱出を試みるが、外への扉に足掛けが施されていた。早くしないと、殺されるのは時間の問題だ。まあ、前回はね、名前忘れたけど、あのファミパンおじさんとのね、チェーンソーでの切り合いを何度かね切り抜けて、ようやく3つ目のレリーフを手に入れて、まああとは出ていくだけなんだけど、おばあちゃんがちょっと歌ってたな。そういえば、よし、アイテムは「サソリの鍵」いるか、まあ、一応持っておこう。おばあちゃん、これをはめてやったぜ。これからどこに向かえばいいのか。しかしまだまだベイカー邸の連中はいるもんな。お、ガンパウダーありがてえ。しかもあの屋敷まだ全部開けてない鍵とかがあるから、そういうのも含めてなんかあるんだろうな。とりあえずここか、中庭か、次のエリアが。あ、セーブポイント、なんだこれ、ゾイのゾイドブラジャー。こんなところに嫁さんのブラジャーをまじまじと見るのもなんかな。うん、ステロイド、ああー、多分ここでアンティークコインスタビライザー、あ、ここでアンティークコインを使うのかな、ひょっとして。あー、ビデオテープもあるな。マグナム、これを使うのか。ようやくアンティークコインの使い道が。みんなもう戻らない、ベイカー一家か。どんどん体がおかしくなってる。そのうち父さんや母さんみたいになる。みんなあいつのせい。逃げる？無理。気づかれたら終わり。あいつと一緒に来た女、ミアが何か知ってる。血清があれば体を治せる。もっと聞き出す必要あり。マグナムか。でもマグナムの弾ないしな。それよりかステロイドとかリロード速度アップとかの。壊れたハンドガン、
何に使うんだろう。あ、リペアキットがいるのか。アンティークコインは全部で6個か。ステロイド、あと2個あれば こいつも買えるな。ちょっと探索する必要もあるな。よし、とりあえずステロイドだけもらっとくか。ああ、びっくりした。3枚いっぺんじゃなくて1枚ずつ入れるんだね。よし、いいね。よしよし、薬液は置いてないのか。薬液が欲しいな。回復アイテムももうちょい作っておきたいけど、あ、一応セーブしとこう。この電話番号は現在使用されておりません。無事に出たのはあんたが初めてだよ。俺に頼みってなんだ。それをやれば出られるのか。そう、よく聞いてね、イーサン。私たち家族は体を怪我されてるんだ。この汚れを取らない限りここからは出られない。ミアも同じだよ。治す方法があるのか。血清がいるの。血清さえあれば元の体に戻れる。手遅れじゃなければだけど。わかった。どこにあるんだ。それが分かれば私だってとっくに逃げてるよ。でも母さんがきっと旧館の中のどこかに隠してるはずなんだ。血清が手に入ればミアを治して帰れるんだな。ああ、そういうことだね。旧館は沼のそばだからすぐ見つかるよ。分かった。でも母さんもそこにいると思う。母さん、気をつけて。みんなあんたを探してる。ゾイもベイカー家の人間なのね。このちっちゃい方かな。女の子の方がゾイか。よし、まあ、とりあえずちょっと周囲の探索だな。んー、ここは使い、お、なんだ、サプリメント、何に使える。あー、薬品に加工。あ、サプリメント、薬液とサプリメントで。うわ、マネキンの首が置いてある。気持ち悪いな。弾もないんだよな。分離、なんだこれ。あ、へえ。一部のアイテムと合成すると成分を分離して薬液を取り出す。そんなアイテムも。ちょっとアイテムがいっぱいになってしまった。これは困るので、もうちょいなんか実績とか見る限りバックアップみたいなのがあって、持てる弾数が増えるらしいな。さすがにとりあえず置いとくか。ショットガンの弾はたっぷりあるんで、当分はショットガンをメインウェポンに。さて進んでいこうか。沼、この先かな。ああ、ミアのビデオにあったエリアだな。うわあ、
うわー、もう赤ん坊の人形。なんかあれだな、バイオハザードリベレーションズ2にもこんな感じで人形積んであるエリアがあったな。うわー、なんか変な虫みたいな、なんかこれウジ虫かな、気持ち悪い。よし、ハンドガンの弾も手に入れた。行くか、いざ。うわっ、うわっ、あ、何これ、敵かこれ。そい、1802年2月8日そい、その日に何かあったのか。うわー、キモい、なんかキモいのがある。うわぁ、うわ、気持ち悪い。2階に行くな、あの子が待っている。うわぁ、痛い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 。しぃ、うわぁ、あれだな、多分バーナー使うんだろうな。でもどうやって、こっち側からと、あー、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。あー、気持ち悪い。どこだったっけな、あいつから逃げ、あ、こっちか。あ、よしよし、休館の見取り図ギャラリー。なんもねえ。ん？あら、これ実績があって全然違うやつを置くっていう実績が、多分今ので取れたな。一応通知をオフにしてるから画面には出ないけど、あー、あった、バーナー、バーナークリップ、グリップ、あ、薬液だ、やったね。お、薬液2つもラッキー。なんかこんだけいっぱいあるってことはちょっと嫌な予感しかしないんだが、薬作っておこう。回復アイテムが心もとないな。ハーブどっかに落ちてねえかな。落ちてそうなもんだけどな。大丈夫、なんか出てこないよね。あ、なんかある、これは。あ、やった、ナップサック拾った。そしてここはセーブポイント。他なんかアイテム落ちてないか。うん、おお、ありがたい、持てる数が増えるのはありがたい。バーナークリップ、他のパーツと組み合わせられそうだ。バーナーの燃料を持っておいた方がいいのかな。一応持ってっとくか。セーブ。まさに汚物が消毒だプレイができるのか。よし、とりあえずバーナーのパーツを探そう。くそ、ここの仕掛け閉じられてるな。
っとあのばあさんが持ってったんだろうな。うわ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 、消えた。よし、あいつらごときにハンドガンを使うのはもったいなさすぎる。固形燃料、多分薬液と合わせることでバーナーの燃料になる的なアイテムだな。痛い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 。痛い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 。薬液が2つも手に入る。京都普通のやつ。うん、でもな、ハーブが、あーハーブがねえな。うわ、ショットガンの弾すごい手に入る。そんなにいいのもらっちゃって。ショットガンで一応壊せるのか。あの虫強すぎない？弾無駄撃ちしまくったな。あ、壊れない。やっぱバーナーじゃないと通れなさそう。アンティークコインか。あっあっあっ、ミア、ミア、どうなってるんだよ、ちゃんと話してくれ。分かってる、私だってずっとあなたに全部話したかったの。でも私何も覚えてなくて、本当にどうやっても思い出せないのよ。あっ、ヨーダンナ、ちょっとの間カミさんを借りてもいいか。何突っ立ってんだこの間抜けが。兄さん助けて。くそ、何やろ。あ、やった、石のスタチュエット。これで先に進めるわけか。回復アイテムがないな。ハーフが欲しい。とっとと、ここから出ていきな。ババア、うわっ、ババ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 バ。ちょっと痛い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 。うわぁ、あー、チキショー、なんだよ。足音、クソ、あのばあさんもやっぱ徘徊するのが。
ここにあんたのものはないよ、イーサン。俺はそっちに行きたいんだ。そこなんだろう。くそ、そっちに行きたいのに邪魔だな。あ、違う。なんかある？なんか表示が出てた。あ、薬液かよ。薬液ばっか手に入るな。ああ、ハーブが欲しい。ハーブ落ちてないかな。薬液はたっぷりあるのにハーブがないせいで何もできないというこのジレンマ。こいつな。うまく雲の範囲外からつくつくつく。地道。でも近づきすぎるとこいつからダメージ受けるしな。よしよし、いいぞ。ババアの足音がでも鳴り止まないな。大丈夫？大丈夫じゃないな。よし。すげえ地味な作業をお届けしてるぞこれ。消えた。消えたはいいが。あー、そこに虫が。くそ、ババア、あんなところにずっといやがるし、虫もずっといるわ。なんだここ。バーナーか何かの設計図のようだ。そう、バーナーがね、あとパーツ多分1個かそこいらでできると思うんだけど、いかんせんな、あのばあさんが邪魔だな。虫も邪魔だし、ばあさんも邪魔だし。ばあさん向こう行ってない？俺がちょうど行きたい方にばあさん行ってるな。あっち行ったらばあさんにでも。痛い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 。やめてやめてやめて。間違えました、ごめんなさい。こっちです。あぶねえ、ばあさん。あ、間違えた。違う違う違う、形が似てた。これこれ、まさか同じことをやらされるとは。雲の形に逆か。これはこうでよかったかな。なんか微妙に違う気がするけど、ん？形的には微妙に形を整えにくい。よしよしよし、大体のニュアンスでいいのこれは。よし、いった。
前にちょっとセーブさせてくれないかしら。あ、違うな。セーブ、あ、あったあった。ないかな。こういう時こそあれを使うんだろうけど、なんだっけな。うーん、サプリメント使って回復アイテム探し回った方がいいのかな。現状回復アイテムがないんだな。これはきつい状況になってまいりましたよ。とりあえずこいつ移動させておいて、まあいざってこと時はステロイド使って無理やり回復させることもできるか。あ、ハーブ持ってたわ1個。気づかなかった。やった。ハーブが1個。あー、しまった。今日を作ればよかった。うっかりそのまま。まあいっか。次ハーブが手に入ったら今日を作ろう。ハンドガンの弾あたり作っといた方がいいのかな。今んところ。うわ、なんかミアの。おい、嘘だろ、マジかよ。うわー、くそ、いやー、うわ、ムカデが、うわ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 。これは気持ちが悪いですよ。ムカデって。よし、あ、やった、ハーブだ。あ、あ、間違えた、使っちゃった。毎回ボタンを。よし、これは、クランクか。バイオハザード、クランク大好きだよな。お、また薬液。薬液は順風にあるぜ。さて、ミアが、ここまでミアはたどり着いてたんだが、ビデオで。この先に行けんのか。精神刺激薬、薬液ゲット。あ、クランク、やっぱ大好きだな。バイオハザードは、バイオハザードにはクランクが欠かせない。クランクがあるからバイオハザードなんだよな。かかってこい。虫なんかには負けねえぞ。どこ行った。大丈夫、これぐるぐる回してるとき来ないよなお前。やめてよね、そういうの。クランクまだ持ってる。あー、アイテムがいっぱいだ。持てるようになったとはいえんで給水小屋あたりに行かないといけないのか。ちょっとせっかくだから精神刺激剤使ってみるか。うわ、なんか大してアイテムねえぞ。あ、マグナムの弾、ここで拾ってもな。あの虫が邪魔だな。あ、ここにもなんかある。バーナーの燃料、そのバーナーが使えない今拾ったところでっていうのがあるんだよな。ん？
なんかある？あ、お前かい。お前の表示だったのか。どうやって、あ、ババアが、あそこ、あの部屋徘徊してんの非常に迷惑なんだけどな。困るな。撃退とかできんのかな。なんかある。固形燃料か。燃料すごい手に入るな。手に入るのはいいんだが、バーナー自体がな、肝心要の。クリップもう一つかあと二つかあるってことかな。これがヒントだろうな。なんかに文章書いてないか。ああ大して有用な時間ではなかったな。やな。ダイニングルームに書いてあるこれは何の意味があるんだ。うわ来てるな。地下室は行き止まりだったし、この給水小屋ってところ行ってみるか。まだ行ってないエリアだからな。ダイニングルームも探索したいところではあるが、見つけた。あーびっくりした。もうこのさ、脅かすのはやめろセリフで。あった、これじゃない。バーナーノズル、これ以上持てない。マジか。あー、なんか作るか。ステロイド使っちまうか。よし、バーナーノズル、よし、バーナーだ。あ、ハーブがあった。うぅ。あとで取りに戻ってくるか。いいね、いいね。よーし、バーナーゲット。ボフン。今まで散々コケにしてくれたな、この虫ちゃんたちを。ほらー、オブザ消毒だー。ハハハハハ。わー、ちょ、結構がっつり使わないとダメなんだな、これは。ちょっと予想外だぞ。そしてあのばあさんまだうろうろしてんのか。組み合わせて、でもまあバーナー燃料はそのための薬液か。他に例えば薬液はまだもう落ちてねえか。他にはなさそうだ。回復アイテム作っておこう。
グレネード神経弾ってなんだ。ああ多分追跡してくるやつらの動きを一時的に止める系のやつかな。あ、クランク、よしいいぞ。クランク持っといてよかった。あ、あ、なんだ、何がある。お、やった、回復アイテム。なんだこれ、カラスの鍵。あ、やった、カラスの鍵。こんなところに。そして反射的にいろいろ拾ってしまったせいでまた何も持てなくなった。まあいいや、ちょっとバーナー使ってこよう、使ってこようとは思うけど、ばあさんまだいるよな。こっちなんだ。あ、うわー、なんかここに来ていっぱいアイテム拾えるようになったな。あ、キーピックもある。キーピックもあるけど、あ、ガンパウダーもある。アイテムがいっぱいだな。バフダムの弾とアンティークコインはとりあえず置いておきたいな。ショットガンは、どっか行った。ほらー、よーし、いいね、いいですね、実に。ババ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 。もう虫の羽音嫌いなんだよ。薬液を使ってガンパウダーとハンドガンの弾作るっていうのもあるけど、いや、やめておこう。一旦ちょっと通りますよ。よし、多分順番間違えたな。ショットガン使わずにいけたような気がする。あー、セーブポイントあっちだった。内側のやつも、よし、今だ、今ならいける。おやす、よし、多分この隣の部屋にいるな。あ、バーナーの燃料たくさん落ちてた。うわ、うわ、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 うー、ハーブ嬉しいけど、嬉しいけど、ハーブは嬉しい。後で拾いに来よう。右に行ってるな。うわっ、
あ、見た、あいつら。こいつらバーナーで焼くのがいいな。よし。余計なところで体力を使ってしまった。よし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 。マグナムの弾とアンティークコイン。クランクはもう使わねえだろう。どうだろう、使うかな。まあいいや、ガンパウダーを預けておこう。ここはもう火炎放射器の出番だな。なんかきれいに並べたいけど、よし、いいだろう。さあ結成探し、続きをやっていこう。ババアとの決着も思ったより早くつきそうだな。まずはハーブの回収やらなんやらだな。来てるな。ただこの部屋までは入ってこなさそうだ。え、いや来てないか。大丈夫か。どっか行ってくんねえかな。どこ行った？多分隣の部屋だな。さっきハーブ拾った部屋だな。あ、いや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 。まあいいや、こっちで先にハーブを拾っておこう。よし、ゲット。ハーブを回復アイテム使う、作るか。さて、ダイニングルームでいろいろ手に入れたいものがあるんだが、来てる、ババア来てる、ババア来てる。よし、とりあえずキーピック。虫、こいつら定期的に湧くのか。この辺り取りこぼしないよな。改めて、よし、オッケーで鍵を拾っておこう。休館はそこまで広くないな。また地下になんか広がってんのかな。よし、ショットガンの弾全然拾えねえから置いてきてよかったな。パパ、パパ嫌がるな。回復アイテム、ありがてえ。よし、よしよしよし。
回復アイテムは結構持ってるぞ。よし、カラスの鍵を使って2階に行こう。あの子が待っているということだが、果たして何が待ってるのか。ここに来たはずだよ。ババアワープしやがった、この野郎。くっそ、ババアめ。あ、嘘でしょ。何？いいだろう、おバカのおちびちゃん、本気でやってやろうじゃないか。あんたはこの穴。燃えろ燃えろ燃えろ、この野郎。アリタとゾイが何か企んでることは知ってるんだ。リロード。これ以上許さないよ、分かってるかい。もう許さないからね。おいで、かわいい子たち。私の家に上がり込んで好き勝手はさせないよ。嘘汚いクズで、ここに勝手に押し入った報いをしっかり受けるがいいさ。私のうわうわ、ちょちょちょ、うわ、おかげで燃料はだいぶ使っちまったぜ。まあいいや、これでまあ探索が、あの部屋ゆっくり探索できなかったからな、ババのせいで。まあ、だいぶ取ってたけどな。せっかくだし、精神興奮剤だっけ、刺激薬か、取ってから先に進もう。なんかこの辺りありそうだけどな、このテーブルの裏とかさ、ないか。さーて、何が待つか。一旦セーブしに行こうかな。何か起こるかもしれないし。まあ中間切るけど、まあこっちまで来たならセーブしてから一旦行こう。一旦セーブしてから、じいさんと比べてばあさんはあんまり戦闘能力が高くなかったな。大丈夫だろう。強化ハンドガンの弾も含めると18発あるし、ショットガンはもし弾が拾えたらだな。思ったより、あの虫どもの巣の排除の仕方がよく分かんなかったから普通に使ってしまったが、よし行ってみよう。あー、びっくりした。あのパーさん、瞬間移動しすぎだろ。ゾイエ、また2階に忍び込もうとしたわね。私が気づいてないとでも思った。エブリンがあんなことになっていたっていうのに、あんたは妙な薬のことばっかり。手癖の悪いお前のことを、どうせ私の祭壇でもあさる気だったんでしょう。私の神聖な祭壇は誰にも触らせない。
大体お前は私やジャックをバカにしてるんでしょう。出来損ないのくせになんてひどい、ん？いや、出来損ないのくせになんてひどい子なんだろう。お前なんて産むんじゃなかった。許さない出来損ないのくせにいつもいつも親を見下してこの家を捨てるつもりなんでしょう。出来損ないのくせに、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 出来損ないのくせに。もし祭壇に、触ったらお前の胸を切り落として夕食のステーキにしてあげる。やめて。よし、ガチャリ。お邪魔しまーす。なんだ、ターゲット。資料型体の血清について一家のをクレットで血清を複製が可能である。 D 被検体脳神経、 D 型被検体末梢神経。多分これだ。なんだよこの赤ん坊のミイラ。ああもう、はいはい、この電話番号は現在使用されておりませんっていうね、あの最初もやったけど。家族経過。お前の母親と虫に襲われたんだぞ。なんで言ってくれなかった。悪かったね。で、血清は？いや、まだだ。でも作る材料なら分かった。D 型被検体とかいうやつの頭と腕らしい。頭なら持ってたと思う。本当か？でも腕の方は分からない。急患は全部調べた？いや、まだだ。2階を調べてみるよ。それじゃあ、探してみて。見つけたらトレーラーで会おう。はい。トレーラー、あそこか。急患2階か。なんだ、わら人形的な何かが。月光とか流れそう。10月11日、一日中ひどい耳鳴り、夜も眠れない。あの子が来てからだ。ゾイの言う通り、あの子はどこかおかしい。一緒に来た女も幻覚幻聴、吐き気が止まらない。町の医者に行ったらレントゲンを取られた。どうなってるの。あの子がプレゼントくれた。2階の一番奥、プレゼントは秘密の部屋に。もう誰にも渡さない。あの腕はあの子の信頼の印。私たちを幸福に導いてくれる。この幸せを汚す者は誰も生かしておかない。誰の日記だ。あのばあさんの日記か。バーナーの燃料か。ありがてえ。秘密の部屋。ランタン、アンティークコインか。しかしこれ以上持てない。ランタンがいる。天秤と扉は連動しているようだ。あのばあさんのランタンか。多分そういうことだろう。あ、待てよ。いろいろやるね。やってくれるぜ、まったく。どうするか。
まあその前にいらんものを直してこよう。アイテムがいっぱいだ。もうちょい持てるようにしてほしいんだけどな。いつもギリギリのところだな。あー、ババアと戦うのか。ばあさんとの焼き殺し合いはもうお腹いっぱいだぜ。よし、まあ精神刺激薬は預けて、クランクどうだ、もう使わないだろう。鍵も一旦置いといて良さそうではあるんだよな。今はアイテムを多く取ること、こんなもんでいいか。回復アイテムとあと燃料で火炎放射器の予備をすぐに作れるように。よし、行くか。このゲーム実績で4時間以内にクリアするとかもあったから、思ったより長くないのかもな。もう案外中盤過ぎてんのかも。まああのばあさん倒したらほんと半分になるしな、ベイカー邸のメンツは。あとはあの不良青年と、まあそのゾイって人と、まああの人はまともだから大丈夫だろうけど、とおばあちゃんか。そっか、ババアって言うと2人になっちゃうな。まあいずれにしてもババアだもんな。ホモーなんだ、何かあるな。ホモーになってる、ホモーの画像になってる。写真、便器てか、またアイテム枠圧迫するような。いっぱいある。これ絶対ボス戦じゃん。固形燃料もある、分離剤もある。これどこだ、お宝。トイレだな。トイレでどっかにトイレあったぞ。上行ってる。行かなきゃダメ、行かなきゃダメだよね。こっちは、はーい、向こう側から施錠です。あそこから飛び降りた先に、やだなー。あ、薬液強じゃん、こんなところに。おお、これ繋がるのはすごくありがたいな。ありがたいけど、
まあお宝の写真置いてくるか、いらないな。あとアンティークコイン結構たまったから、5個はたまってそうだな。リロード速度上げるやつを買っておこう。お、やった、5個ちょうどある。よし、ガチャーン、スタピライザー使っちゃ、えい、よし、薬打ってリロード速度が上がるってのも変な話だな。冷蔵庫の中には何もない。よし、マグナム9個か。よし、あ、これじゃん。え、お宝ここじゃんもう見つけてしまった。お宝ってマグナムの弾かよ。マグナム持ってないと意味ないじゃん。これのことでしょ。間違いなくこれだ。これなんか仕掛けを作動するとかそういうやつ。実はダメだな、そもそもこの奥に行けない。マグナムの弾が要はお宝だったってことか。まあいいや、そういうことなんだろうな。あんま嬉しくなかった結果。よし、じゃあ行くか、あのばあさんとの蹴りをつけに行こうじゃない。なんだろう、あいつトイレ好きなのか。やろうぜ。よし、いざ。どこ行った、どこだ。何の穴？やった、ショットガンの弾。ふう、ありがてえ。暗いとこやだ。使っとくか。は？は？え？通れないよね。ん？格子で塞がれている。うん、見ればわかるよ。
ショットガンが。よかった、持っといて。やっぱ武器は持っといていいな。おいでなさい、もう終わらせようじゃないの。やめろやめろ、離せ。もうクソ野郎。野郎ではないな。もう、あっ、待ち構えてらっしゃる。おお、うわ、もうババンのパンチラとか誰得だよお前。ババアこの野郎。どこだ、どこだ、どこにいる。隠れてねえで出てこい。うわわ、もうビジュアルがもうキモい。やだわ、あんな豊島に追いかけられんのは嫌だわ。よし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 、いいぞ。ショットガンの弾大量じゃない。てかこいつとは特に。なんかゲロゲロしてない？あー、もう音が。何？なんだなんだ、音が音が。あ、いたいた。うわあ、ババアこの野郎。弾超ある、燃えろ。ほらほらほら、やはり火が弱点か。よーし、この弾数、そしてこの回復アイテムの数、何一つ怖いものなんてない。今の弱点か。もうババアのパチラはいいって。もう、うわあ、うい、ちょちょちょ、今度こそ逃がしゃしないからね。そらこっちのセリフだぜ。逃がしゃ死ねってのはよ。どこ行った。ハーブ、息を潜めてやがるか。
痛い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 。痛い痛い痛い。あい。ここからどうするつもりなんだ。あい、痛い。あー、虫が。痛い。あー、チキシュー、痛い。くそ。痛い。くそ。このくそ虫め。あー、もういいよ。あー、この虫。もう痛い。くそ。うわぁ！くそ。弾がなくなってきた。あいつ硬えな、おい。そっちこそもういい加減諦めてよ。もうどこにも逃げられやしないよ、坊や。いったい、もうババアダイブやめて。あー、マジか、回復アイテム切れてた。うわぁ、ここちょっと難しいぞ。いかん、虫からダメージを食らいすぎたな。あ、姿が見えないとき虫を生み出しているときもある。うーん、虫、あいつはどこだ。弱点に当てた方がいいのか。なぜ今体力の上限が上がったの表示が出てんだ。よくわからん。くそ、もう一回だ。あのばあさんなんかめちゃくちゃだな。怖くはないんだな。めんどくさいだけなんだな、あのばあさん。
そっか。私とおいでなさい。もう終わらせようじゃないの。ちげ。ああ。こんばんは。ああ、キモい。いやよし。あっちか。オブナババダイブは厄介だな。今度こそ逃がしゃしないからね。いるな。危な。うわあ、大胆にも通っていくね。こっちだよ。おお。どこ行った？おお！お！行った？ああ、悲鳴上げただけだった。ああ。いい加減倒れろよ。
ーもう気持ち悪い。何が楽しくて部屋の中徘徊し回ってるババアのケツ打たなきゃならないんだよ。なんか観察日記みたいになってる。え、逃げやがった。くそ、捕まえちゃうよ。うわー、逃がしないよ。やめろやめろやめろ。お前どうやったら死ぬんだよ。おや、まだ私と戦おうてのかい。え、死んだ。あ、やったー。帰ってくるなよ。本当だよもう。ああ、てか本当思うのが、イーサン一般人じゃねえよ本当。一般人の戦闘スペックじゃないよな、やってることは。何者なんだよ。よし、ちょっと屋敷の探索をして。バーナー、こんなところにも。結構いろんなところにバーナーあったんだな。あ、薬液もあるじゃん。ハーブもまだあるし。時間の方もな、もうだいぶやっちゃってるしな。もうかれこれ1時間以上やってんのか。まあでも中途半端だしな。ランタン取ってアイテム取って戻るとこまでで、ああ、いけるかな。なんかも、あ、あいつを倒したことでここが開くようになった。おお、やった。謎原理だな。不死身ではないのか。まあジジイも不死身ではなかったしな。こんなもんかな。取れそうなものはだいたい取ったか。あ、やった。え、結構入ってなかった今。なんでここに来てハンドガンの弾をそんな補充させるのかっていう。やったー。どっちから行ったが近いかな。あ、まあこっちからが近いか。しかし怖かった。回復アイテムたっぷりあるし、ちょっと体力を全開にしておこう。
ハーブ。ああ。よし。ちょっと待ってね。なんでピアノが鳴ってるんですかね。誰もいませんね。おかしいですね。あれ、アンティークコインどっかにあったよな。ああ、これか。血を拾っておく。んで、ランタン。やったー。うわ。うわ。何？そのライトが消えちゃったりする。ああ、もうやだー。大丈夫？あ、なんでボールが転がってくるのかな。誰かいるのかな。エブライン、エブリン、エブリン、エブラインってなんだよ。エブリンだよな。わあ、靴がいっぱい入ってる。同じ靴が。趣味かな。これが俺の趣味だと言わんばかりの並び方だけど。うわー、もういいです。気持ちが悪いです。何これ、船がばっくり、船が壊れちゃってんの。はい、もう泣きそう。深夜12時過ぎに俺は何をやってるんだ。彼女に何かが起きている。何、もう、うわー、もういろいろと趣味が悪い。開けろ。弾とかないから戦闘とかではな。ああ、えっ、こっちに来ないで。は、来ないでと言われましてもね、行かなきゃいけないんですよ。大丈夫だ、俺には火炎放射器がある。ここか。あ、なんだあれは。何これ。
腕え痛い。腕はあった？ああ、見つけたよ。本当にこれで結成を作れるのか？大丈夫。結成を作ったら、ここから逃げよう。一緒に。トレーラーで待ってるよ。わかった。わかりました。もう…今のは何の音でしょう。これでようやくゾイと合流できるのか。今までずっと声だけだったけど。あ、薬液こんなところに落ちてる。あーうーん、まあ後で拾っとくか。ここだよな、トレーラーって。おい、どこにいるんだ。いや、まあいい。あとはお前が持ってる頭だ。これでミアが助かるんだろ。いや、相棒、お前に教えといてやるよ。ゾイのやつはな、今ちょっくらお休み中なんだ。ミアと一緒に俺んとこにいるからな。まあ、そう心配すんなって。二人とも仲良くやってるぞ。今すぐ二人を離せ。どうするつもりだ。そんなこと教えねえよ。そいつは俺たち家族の問題で、お前には関係ねえことだからな。わかんだろ。いいか、この頭が欲しいなら俺んとこまで来てみろよ。そしたらくれてやってもいいぜ。ただその前にお前にやってもらうぞ。ちょっとしたゲームをな、お前のために考えてやったんだよ。ゲームだと？ああ、そうだ、ワクワクするだろ。そう焦んなって、ゆっくり楽しませてやるからよ。まず最初にやることを言うぞ。相棒、そのトレーラーの冷蔵庫の中に何が入ってるか見てみろ。ふざけやがって。おいおい、なんだよ、しらけさせんのか。もっとゲームを楽しませ。いいから、とっとと冷蔵庫見やがれ。ゲス野郎め。
冷蔵庫？前にアイテムボックス見させろ。写真？地下の解体室でポリコーが待ってるぜ。解体室？やれやれ、とりあえずゾイのブラシを見て落ち着かせよう。はい、そんなことやってる場合じゃないな。よし、まあゾイ、あ、ゾイじゃねえ、ん、うん、あ、うん、ゾイと、まあ、ミア二人とも、あの、息子の、不良息子にさらわれてしまって、まあ、ちょっとしたゲームということで、ねえ、やらないといけないのか。まあ、続きは、次回以降に、しましょうかね。とりあえずこの薬液拾っておこう。回復しておこう。よし。とりあえずバーナーはしまっておくか。あ、間違えた。これはしまわなくてよかった。よし。ま、今回はこんなところで終わりかな。よし。一応、これを持ってっといて。こんな感じかな。あーな、これもいらん。固形燃料もとりあえずは。ハンドガンでまた当分は戦う必要があるか。よし。というわけでセーブしておこう。よし。というわけで、今回の放送はここで終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様です。